ケントチャンネルへようこそチャンネル登録もよろしくお願いします昨日の夜ロバート・エルドリージさんにデマしましたいろんなことを話している間に選挙の話になりましたロバートさんはトランプさんに投票しなかったそうですしかしこの選挙結果についてはカンカンに怒ってるととても許せないと えこれはもうえ何とかしないとダメだとそうおっしゃってたわけですよね。で何に対して怒ってるかっていいますともう誰でさえもう国が分断してるわけでしょ。ここのの結果だととその分断をすはで彼が言うにはこの選挙のいろんな不正であるとか憲法違反であるとかえそういうのがあったのをトランプの支持者が騒いでます。 これは訴訟を起こしたりして、えー、非常に怒ってるということなのに本当は怒らなければいけないのはバイデンジョー・バイデンだとそう言ったわけですよねなんでジョー・バイデンがこれで怒らなければいけないのか皆さん考えてくださいこのまま言ってしまうとアメリカの7000万人以上の有権者は永遠に彼が違法な大統領だとインチキで大統領になった人だとそういうイメージが定着して でそのイメージが消えないでしょこのまま行っちゃいますとね。ですから、えー、ロバートさんが言ったのは、騒がなければいけないのは、実はジョー・バイデンおよびその支持者だと、そう言ったんですね。私はまさにその通りだと思いました。どうしてジョー・バイデンはそういうことを言わないのか。それは勝った彼でしょう。当選した彼でしょう。選挙人選挙の後で、こういう声明を出してます。これからの仕事は大変ですが、これだけ約束します。 私はすべてのアメリカ人の大統領になります。私に投票した人のも、投票しなかった人のも、こういうことを、まあ、言ったわけなんですけれども、本当にそう思ってるのでしょうか、私はそうとは思えないんですね、えー。統一、統一って言うんですけれどもね、分断を直しますと、みんなついてこいと、そういうことを言ってるわけですけれども、ついていけるはずもないんですね。 えー、いろんな、えー、憲法違反だとか不正についてですね、私はこの一連の動画の中でですね、あったのかなかったのか、あんまり言ってないんですね。裁判がそれを認めたとか認めていないというぐらいのことをしか言ってません。私は、まあ、唯一ドミニオンは大丈夫だろうと、白だろうと言ったんですけども、 それが実際ですね、えー、そうでもないという報告書が出てますんで、でもそれの反論も出てますから、ドミニオンについてはまだ言えませんけれども、ペンシルベニア州の憲法違反が明らかにあったんですね、明らかにありました。えー、それからいろんな選挙不正も、例えばネバダ州を見てると、それひどいですね、死んだ人が投票してる、他の州に引っ越したのに投票してる。 あるいはインディアン種族のところでですね、抽選会をやってましたね。投票すれば豪華景品が当たるという、もう立派な憲法違反なん、あ憲,法まあ、憲法ではないかもしれない、が選挙法違反なんですね、こういうのは。こういうのがあったのに、バイデン、ジョー・バイデン氏は何にも言わないんですね。何も言わないんです。これは、つまり、それでも良かったと思ってると。 思われてもおかしくないでしょう。これはアンティファがよく使う言葉がここに当てはまると思います。これは BAM。By any means どんな手段であろうとも。ですが、アンティファの人たちはですね、たとえそれが暴動であれ、放火であれ、場合によっては殺人であれ、自分たちの目標を達成する、自分たちの目的を達成するためには、どんな手段でも許されると、そういうふうに思ってるわけですね。 ですから平気でそういう暴力、えー、暴動を起こしたりしますね。こういう考え方なんじゃないでしょうかね。どうせ買ったんだよっていう感じなんですね。こういうのはありましたよ、前にはね。昔はミッド・ロムニーさんという、まあ、これはモラモン教徒だということで有名なんですけども、彼は大統領の候補になって、共和党の大統領候補だったんですね。で、その時に、実は上院議員議長が、 民主党で、それもモルモン教徒だったんですよ。それがハリー・リードという人なんですけども、ハリー・リードは選挙中、ずーっとロムミリーさんは税金を払ってないんだと言い張ったわけですよ。これもちろん嘘です。税金はたっぷり払ってましたよ。えーでも ハリー・リードはそれ何回も何回も言ってるんだからそれを信じた有権者が、えー、結局、えー、ロムニーさんに投票するしなかったという結果が出たわけでまあ落選したわけですよねロムニーは、まあ、それだけではないでしょうけれどもそれが大きな原因の一つですそしてその後で誰かが彼に聞きましたリードさんに聞きましたハリー・リードさんあなたはね 本当は彼が税金払っていたというのを知ってたでしょどうしてそういう嘘をつくんですか嘘をついてもいいですかって言ったら、でも、買ったんでしょこういうんです。こういう態度なんですよ。で、あるいはそういう態度だと思われるんですよね。不正や憲法違反について何も異論を、えー、唱えないとですね、えー。そういうふうに思いますね。えー、これはあの、夏中行われていた、 いろんな暴動が、えー、行われるという言葉ばが使いいのかどうか分かりませんけども、夏中に起きてた、えー、暴動、えー、略奪、放火、えー、こういうものに関しても、ジョー・バイデンは何も批判してないんですね。いや、暴力はだめですよと時々ちらっと言うんですけれども、えー、それについてやめなさいとか言ってないですね。やめなさいとどうして言わないでしょう。だって 国中が暴動になっていれば現役の大統領は非常に不利だからですよですからやってくださいとは言ってないけれどもやめなさいとも言わないんですで結果的に勝ったでしょそういうことになってしまうんですねこれはねとってもじゃないけれどもトランプ陣営は許すことはできませんそれからジョー・バイデンはトランプについて数多くの嘘をずっとつき続けました 2回目の討論会の時に、私数えましたけども、大きな嘘で9つあったんですね。いやー、本当に平気でそれを言うわけですよね。例えばですね、ヨーロッパの墓地を大統領が、まあ、訪れた時にですね、その時にお墓を見て、そこで眠っている軍人を侮辱したという、侮辱するような表現をしたんだということが、まあ、誰かが言ったんですね。 けれども、25人もの政府関係者は、そういう事実は全くないですよと言ってるのに、Facebook などはそれをブロックしなかったですけどもね。しかし、それはあたかも真実かのように、バイデンは毎回毎回政治演説の中で話してましたね。討論会の時にも話しました。これは真実ではないということが分かってるのに、それがやっぱり相手にとって不利だから、by any means。 どんな手段を通してでも勝ちたいと。そういうことですね。もう一つあったのはね、税金を払ってないんだと。トランプ大統領は750ドルの税金しか払ってないんだと。えー、こういうのは会計事務所から、ちょっと会計事務所か、えー、捜査官の事務所からですね、ちらっと、えー、リークされたんですけども、これもまた嘘なんですね。私は悪,悪いけど、私も不動産業をやってるから分かるんですけどね。 まあ所得税が少ないとしても、それは他のいろんな税金を払ってますよ、固定資産税は山ほど払ってるわけでしょうし、もうアメリカの固定資産税、ものすごい高いですよ、皆さん、日本の固定資産税は高いと思ってるかもしれないけど、アメリカの場合は日本の、そうですね、僕の場合は4倍ぐらい高いですね、本当に驚きますよ。 えーまあ、それだけではなく、予定納税も絶対払ってるでしょう。ですから、それを750ドルしか払ってないというのは真っ赤な嘘です。それもバイデン氏も分かってるはずです。彼も不動産を持ってますからね。でもこれを言い続けました。もう一つ、ウイルスのワクチンが絶対にできないと、ずっと言い続けたわけですよ。このウイルスの対応に関しては、もう最悪の対応しか大統領はしなかったと、そういうことをジョー・バイデンが言い続けたわけです。 えー、ところが、選挙が終わってみると、ですねもうワクチンができたんじゃないですか。ただ、それ、嘘だったわけですよ。それは非常に、えー、なんですか、ウォープスピード作戦で、一、えー、つ、もう今週中にはもう一つ、ワクチンが出来上がって、もうすでに売ってる人たちが多いわけですよ。えー、でも、これについてあ、ごめんなさい、ちょっと、えー、私の予想が外れたななんて言えばいいのに、言わないんですね。未だに いやワクチンはまあできたけれども、これをうまく配布することがトランプさんにはできないだろうから、私たちが今度、政権を担って、これをうまく国民の皆さんに配っていきますと、私たち、まあ、要はそれはトランプができないというわけですけれども、今、実施しているあの配布の計画はすべてトランプのもと、えー、でで,す、ね、できた計画なわけですよ、それを実施していくわけなんですからね。 でもね、それについてトランプが最悪の大統領だったとそう,いう言い続けるわけですよね。そのようなことを言い続ける大統領に誰がついていくんですか民主党ですね。まあ、民主党はついていくかもしれないけれども共和党、特にトランプの支持者はついていきませんよ。 7000万人の人ののたちがこのままついていいてくはずもなでですで統一統一私はワゴという言葉が好きなんですけどまあ、統一といきましょうジョー・バイデンは分断している国を統一していきましょう皆さん一緒に協力しましょうなんていうことを言うわけですけれども彼がそう言ってるのに、えー、彼の,あの前のボスオバマさんがヒ、えー、スパニックの人たちを侮辱しましたよね。 それ前の動画でも紹介しましたけれどもヒスパニックが投票したときに、えー、自分たちの、えー、国のことを考える前に自分たちの宗教などを拷問して投票しただからトランプに入れたんだとこれは愚かだとこういういわけですよね言っておきますがあのヒスパニックは黒人よりもはるかに多いですよその人たちを全部敵に回してしまえば民主党がですね それを敵に回してしまえば、ついの選挙大変ですよ、えー。それから、これはすっごく驚いたんですけれども、これで一つ出来事を紹介したいと思います。私は以前動画でですね、テキサス州が他の4つの州を、えー、訴えましたよね。で、その時に私は、これは適格性が認められなくて、えー、却下されるという予想をあ、まあ、動画にまとめて、 出しましまた。そしたら皆さん「そうじゃないの憲法違反だ憲法違反だ!憲法違反だ」っていや憲法違反は憲法違反でもこれは適格性がないからこれは却下されるよっていうふうに私は出しておきましたえ結局私の言うとおりです私の言うとおりだったんですけれどもね却下されたっていうのはねえしかしじゃあ、えー、不正はどうなんだということで山岡哲秀さんから連絡がありました ケントさん、動画を見ました、お見事、却下されるという予測が当たったんですけども、ケントさんはどうですか、ペンシルベニアなどで憲法違反はなかったと思いますか、あったと思いますかそれはあったんですよ、誰が見たってあったんでしょう、それはま州の憲法も違反だし、これは国の憲法違反かどうか、まあ、これもあったでしょう。 え少なくとも州の憲法は違反してますねそれと、あるいは、えー、どうでしょう、ネバダ州、皆さん見てますでしょ、ネバダ州では、死んだ人が投票してる、えー、それから引っ越した、もうそこにいない人たちが投票した、あるいはインディアン,イン,ディアン種族のところでですね、お祭りにしてですね、投票すれば、豪華景品が当たる抽選券がもらえるとか、 えー、そういうことこれは、ね、憲法違反ではないかもしれないけど、立派な不正なんですよね。えー、しかし、裁判所はそれを見せられてもあ、でもこれは選挙をひっくり返るだけのものではないんだみたいな、そういう判決を下したりしてるわけですよね。これはあのこういう時にですね、えー、司法府にあんまり頼らない方がいいですよ、はっきり言って。三権分立の中で 裁判所は選挙については関わりたくないんです。それなぜかというと、極めて政治的な内容であって、これはそれぞれの政党、共和党、民主党、それぞれが選挙を行っていくべきであって、しかも州の主権ですから、それを州議,議会があの権限を持っているわけですよねあの。選挙人の選び方。えー、そこにはあ裁判所があんまり えー、そこに介入しない方がいいというのは考え方なんですよ。えー、ですからね、そういう時に、やっぱそれも、えー、あの日本の皆さんはあまりそれ分かってないかもしれないけど、アメリカ人も分かってるんですね。ですから、そういう時にもしそういう明らかな悪いことがあった場合にですよ、それ共和党だけが言ってるとね、おかしいと思いませんか民主党も言わなきゃだめでしょう。だって民主党にとってですね、 えー、結局信用できない政権が出来上がってしまうんですよ。いつまでも信用されないのでいいんですか、えー、でもそういうことになるわけですよ。とにかく、えー、トランプを倒したかったとでも。もう1回言いますけれども、どのような手段を通してでも、BAM、By Any Means ですね。そこでですね、えー、統一統一と大統領が言ってるけれども、最後にこれを、もうこれはね、 これが今日あったからこの動画を作りました、えー。今朝見てたらですね、ジョー・バイデンのキャンペーンチェアマン、えー、つまり彼の選挙運動をずっと管理していた、えー、担当していたトップがですねある雑誌に出ました。女性なんですけれども、名前はジェン・オマリ・ディロンという名前なんですね。でこれは女性誌に、えー、彼女は、えー、インタビューを受けてで、その中で共和党の有権者を ものすっごい侮辱したんですね。これは、えー、こういうことを言うと、アメリカでは放送禁止用語になってしまうんで、大変なことになりますけれども、えー、言いますね。私は彼ら。彼らとは共和党員ですね。私は彼らがファッカの集団ではないとは言っていない。言ってしまったね、僕。<laughs> つまり、 共和党委員がみんなそれだってそういうことを言うわけですよ。これは彼のキャンペーンのトップの人が今時そういうことを言ってるわけでしょ。統一だなんて何言ってるんですかと、それ。まずこれを、ね、撤,回撤回してもらいたいです、この発言をですね。えー、しかし、ですね、もうそれ以外にもですねこれ、これから韓国と思ってしまうぐらいにですね、トランプさんの人気が終わった後で、えー、彼を一生懸命歌いましょうと。 いろんなことで起訴してもらいましょうというそういうことをやろうとしている人たちがいるんですねまさに韓国みたいですよ、本当にまあ、そういうことですから統一、統一って言いますけれどもどうでしょうか皆さんはそのような大統領を本当に心から支持することはできますか私はできないんですねえ最後の大きな問題になるのはやっぱりハンター・バイデンの話なんですね えー、彼はですね、自分の息子がやったことについてはコメントしないんです。コメントしないというか、えー、これもまた嘘ですね。それについて知りません。息子と息子のビジネスについて話し合ったことはないと。そういうんですね。話し合ったことはないは,はずがないです。これまず嘘ですね。で、その疑惑自体もですね、えー、これは疑惑ではなくて、もう本当に FBI が捜査してる、真面目に捜査してるのであって、 えー、それも昨日の動画で紹介しましたけれども、4000万円の脱税であるとか、マネーロンダリングとか、そういうことを追及していってるわけですし、彼の公認会計士も、彼っていうのはハンターさんの、えー、彼の公認会計士も、まあ、追加課税になるでしょうみたいなことを言ってるわけですよ、言ってるのに、ジョー・バイデンはこれについて何も言いません、で記者会見を開いてもですね、えー、その質問をですね、えー 質問事前に提出しないといけないいいとけんですよ記者がで彼が答えたいものだけ選んでそれに対して答えて終わりそれで今日フォ FOX ニュースの記者がですね大声で聞きましたバイデンさんあなたの息子のスキャンダルについてあなたは彼が無罪だと確信してますかでバイデンはそれで振り向いて確信してますと言って去っていったわけですよね無罪だと確信してるわけですよ無罪なわけがない。 もうこれだとですね今度バイデン政権になってしまったらそこでこの,この件をですねうやむやにしてもうあのいつかそれが消えていくとでもしかして大マスコミもそれに加担してしまうかもしれません分かりませんけれどもねあんまりにも大きな問題になってしまったし、えー、その中国のスパイの問題も出てきているわけですし、えー、バイデンさんが中国に対してどんな えー、政策を、えー、実施していくのか、国民はとても高い関心を持っているものですから、うやむやにできないかもしれませんが、早々と出てきて説明すればいいさ、それを説明しようとしないんです。説明し,しようとしないというのはどうしてですか、うん、できないんでじゃないですか、えー。ですから、それで信用を失うからですと。でもね そういう時にちゃんと説明した上でごめんなさいと言ってしまえば結構許してあのその誠意を認めて許してくれる人がたくさんいらっしゃいますよそれはアメリカ国民の良心、アメリカ国民の誠意にかけたらどうですか全国民の大統領になりた,なりたいと言うんだったらもうこれ以上逃げ回らないで出てきては本当のことを言ってください私はそう言いたいですいかがでしょう皆さん ジョー・バイデンを次期アメリカの大統領として心から支持することができる気持ちになりますか私はとりあえず今のところはなってませんいかがだったでしょうかもしよろしければ高評価ボタンを押してコメントを残しておいてくださいご清聴ありがとうございました